猪木はまずあのイラクに入るためには兄弟になる必要があるという、なんとイスラム教に改宗したんです。イスラム教の名前をもらうときもフセインって名前にしろとか、大統領と一緒の名前にしろとか、アントニオ猪木はフセイン猪木になる。当然その独裁者フセインに会えないんですが、その長男がスポーツ担当大臣だったんで、猪木は会見を要求します。会おうって、普通の人は絶対無理ですが、猪木の場合は会えるんというのは、猪木ペール1という称号も、つまりイスラム圏最強の男にはペール1という称号があるんですが、アクラムペール1という人と戦った時、猪木は裏返してボキーッと折ってますから腕を、ということで猪木ペール1という称号を持ってます。イスラム圏でイスラムの英雄に猪木が勝つなんていうのは許されないんで、実は軍隊が猪木が勝ったら射殺しようと構えとったんで、猪木勝っちゃったんです。腕折っちゃったから、全員が銃構えたの、バーッと猪木を殺そうと。その瞬間猪木はリング上でドーってやった。このダーってのは神に勝利を捧げるポーズなんですって、イスラム圏では。だからドーってやった瞬間、おおって殺そうと思った瞬間、ドーってやった瞬間、バーッとみんな銃を置いてひれ伏したんです。